皆さんおはようございます。今日は6月9日です。今日のテーマは何といっても、日米首脳会談というよりも日米首脳会談の後の共同記者会見だと思います。で、共同記者会見の中でもトランプ大統領の発言、私はこの記者会見を午前4時ですか、たまたまテレビで見てまして、そしてトランプ大統領が喋っているのを聞いて驚いたんですね。何が驚いたかというと、朝鮮戦争の終結宣言あり得るということを言った。で、私は今度の6月12日の米朝首脳会談の最大の目玉はですね、北朝鮮の非核化ではなくて、まさしく朝鮮戦争の終結だという感じがしました。そしてこれこそですね、歴史的な大きな動きになると思います。この共同記者会見でですね、私はつくづく思ったんですけども、安倍首相は今度の日米首脳会談を非常にいいタイミングでですね、日本の伝えたいことを全て伝えたと、つまり北朝鮮に騙されるなと、非核化は完全に実施されない限りですね、制裁を緩めるなということと、日本としては拉致問題をどうしても首脳会談に出してほしいと、この2点をですね、伝えたと。そして、首脳会談の直前に首相自ら伝えたということですね。ベストのタイミングで、言いたいことを全て言った、意味のある首脳会談だと、こういう報道がもっぱらですけれども、私はそれはそれでですね、その通りだと思いますけれども、しかしこの2018年6月8日のですね、日米首脳会談をもって安倍外交5年半が終わったと私は確信しました。まず一つはですね、今度の一連の安倍外遊、つまりこの日米首脳会談を終えてですね、もうその後すぐにサミット、カナダのサミットが開かれるわけです。そしてその後首脳会談シンガポールだけど、もうこの日米首脳会談で安倍首相が伝えたことでですね、全て安倍首相の出番は終わったと。すなわちサミットではですね、トランプ大統領と他の首脳がですね、貿易摩擦、自由貿易主義で真っ向から対立してですね、場合によってはトランプは会議を1日で切り上げてシンガポールに向かうと、つまりサミットそのものが決裂するかもしれない、極めて異例なサミットですけれども、日本はですね、本来はアメリカから理不尽な貿易、摩擦問題を取り上げられて、制裁、関税化されて、本来は他の欧州の首脳と一緒になってですね、トランプ首相に対して自由主義を守れと、自由主義貿易を守れと言うべきところですけれども、しかし安倍首相は一方において日米関係を重視してですね、拉致問題に協力してもらう、ですから強く出れない。つまり今度のサミットでですね、もう安倍首相の出番は完全になくなるわけです。そしてそのサミットを切り上げてですね、トランプ大統領はシンガポールに、つまりトランプ大統領にとっての頭にあるのはもう首脳会談だけなんですね。で、その首脳会談でトランプ大統領はすでに合意を、もう合意する会談の成功も決めちゃってるわけですよ。そしてこの首脳会談の主役はですね、一方においてトランプ大統領か、片方において金正恩、そしてその後ろにですね、朝鮮戦争の終結、南北融和ということで韓国のムン・ジェイン大統領、そして北朝鮮の後ろ盾となったですね、中国が脇役としている。ですからもうこの首脳会談でですね、
安倍首相の出る幕は全くない。その意味でですね、今度の一連の安倍首相の外遊はですね、昨日で終わったわけです。でところが、私が安倍外交が終わったっていうのはですね、その今度の外遊だけじゃなくてですね、むしろ米朝首脳会談の後のですね、安倍外交がですね、もう完全にやることがない。それはどういうことかと言いますと、今度の首脳会談はですね、仮にですよ、朝鮮戦争が終結ということになればですね、これは歴史的な、国際政治の枠組みが変わるわけです。まあ、トランプ大統領が言っているようにですね、場合によっては、米朝国交化があり得ると、金正恩をですね、認めて、そして外交関係まで結ぶと。でそうなるとですね、極東アジアの安全保障が完全に変わるわけです。でその時にですね、日本は拉致問題をとりあえず最優先してやる。でこの拉致問題はですね、まあ、トランプ大統領が首脳会談はっきりと仮に言ってくれたとします。そうするとあとはもう金正恩と安倍首相の直接の交渉しかないわけですね。そしてこれこそがですね、一番安倍首相にとっては困難な外交になる。それからそれ以外のですね、外交はもうすでに表面化してますけども、アメリカと中国のアジアの覇権をめぐった争い、そしてウクライナをはじめとしてですね、ヨーロッパでは NATO とプーチンのですね、新しい冷戦が始まる。で他方中東はですね、イランとイスラエルの本格的な対立、もうつまり日本がいずれどの問題も日本が関与できるような問題じゃないんですね。でさらに日本のじゃあ二国間関係はどうかといえばですね、まず中国との関係は習近平と安倍首相の間でのですね、本当の融和関係はまずありません。そして韓国の文在寅大統領との関係はですね、慰安婦問題、これがどうしてもですね、解決できない。つまり中国にしても韓国にしてもですね、安倍首相のような歴史認識を持っている限りは進まないんですね。そして北朝鮮との話はさっき申し上げたように、これもやはり歴史問題が絡んでます。そして何よりもこれだけ北朝鮮を敵視してきた安倍首相とですね、金正恩、ましてアメリカが認めようとしている金正恩との関係はですね、決して進む保証はありません。そしてロシアですね、プーチンのロシア、これはもう北方領土問題が完全に、止まってしまった。まあ、そういうことを考えますとですね、安倍外交と言って一体5年半何をやってきたのかと、もうもはや私はこの米朝首脳会談の後のですね、国際政治において安倍首相の外交が出る幕がなくなる、そういう意味で安倍5年半の外交の終わりを意味するですね、今度の日米首脳会談だった。つまり今から振り返ればですね、あの時の日米首脳会談がですね、最後の安倍首相のヒノキ舞台、まあ、それも一方的なヒノキ舞台ですけれども、そういう外交になると、まあ、私は、まあ、はっきり言ってそういう予感がします。これが今日の天気塾の私のテーマです。